来ちゃったわよ。かまこついに静岡来ちゃったわよ。あまり中では大きな声出さないと思うから、とりあえず今日はここで、かまこクレーンゲーム最大のラウンド1富士店にいいよ。あら、いらっしゃいっていうか私がいらっしゃった感じよね。というわけでね、今日はね、もうラウンド1さんといえばこれよね、これ。仁義なき戦い。なわけない。聞いたことないわよ。ラウンド1さんの名物、仁義なき戦い。違うでしょ。ペラは坂道設定ね。もう入ってすぐだったわね。人気商品ずらっと並ぶところが全部坂道、ペラは設定だったっていう感じね。ていうかさ、ちょっと見て。ね。ね、今さ、まあ、ここ腕入ったんだけど、そうじゃなくて見てほしいのよ。この右側のところ。ねえねえ、これさ、よく見たらさ、穴じゃない？ほら、ほら、穴よね。ねえ、完全に今私狙いに行ってわよね。もう一回ちょっとこの穴は見過ごせないわ。ちょっと狙ってみるわよ。あら、やだ、何？一撃で穴にインしちゃったじゃないの。これで、あ、残念。ちょっと浅かったみたいね。もっと奥までインしなきゃダメだったみたい。でもね、もう一回ね、なんか狙ってみようかしら。どうなのかしらね。これちょっと斜めの状態からね。あー、やっぱり途中でちょっと止まっちゃうみたいね。浅いわね。なんなんね、あのね、こっからね、全く動かなくなるのよ。なんでかしらね、一回持ち上げてペチンってなっちゃったからね、めちゃくちゃ箱にグリップが効いたのか、もしくは私の腕が非常に下手なのか、どちらかしか理由はないと思うんだけど、全く持って動かなくなっちゃったのね。ちょっとね、なんかね、こうやってね、ギュッて入るじゃないね、入るのは入るのよ。全くスルーなのよ。この子ね、右利きだなっていうのは分かったの。でもね、右でこうやって入れてみるじゃない？でもね、右でもね、こう、ピョって、ほらこれさ、笑い事じゃないのに、やばいのよ。ね、普段は、上からじゅんぐりじゅんぐり落としてくるときに、なんとなくこう、最後が見えるのよね。コツをつかむっていうかね、この弱い方のアームと強い方のアームを上手にこう、使い分けて、バランスよく落としてくるんだけど、さっきさ、下手にさ、穴にさ、入れちゃったじゃない？あれでね、一気に落とせなかったのが痛いわよね。でさ、前動かないなら後ろしかないと思ってさ、ちょっとさ、お尻触りに行ったのよ。そしたらさ、見て、尻エクボなぞり上げよ。ねえ、まさかさ、こんなことになるなんてって、いろんな意味でえらいことになってたわ。ね、でも本当にね、あの穴には入るのよね。ただちょっと寄せが甘い部分もあるのかもしれないけど、なんかね、本当に動きが一気に悪くなった。これは完全にペラーワーの魔物よね。こいつがね、牙を剥いてきたわ。静岡の魔物は強い。さすがに私もちょっとテンパってきちゃってさ、なんかさ、こうやって一生懸命入れるんだけど、もうこういう時はね、やっぱりね、ちょっと一息ついてね、お茶でも一杯いただいた方が良かったわね。静岡だけにね。ほらね、売れない漫談家みたいなこと言い出したでしょ。相当テンパってるわよ、私。これね、この時の私を思い出しても、もうなんかね、あーってなってたわ。ちょうどね、そんでこの頃よ、すぐ左側にね、このしのぶちゃんのチョコのせのブース、ここにさ、男の子と女の子ね、カップルが来たの。ね。でさ、女の子がさ、欲しいって言って、男の子、あ、いいよ、みたいな感じで。でさ、そんなシチュエーションだからさ、男の子もやっぱり必死になるじゃない。ね。もうほんと一心不乱によ、しのぶちゃんのチョコのせを一生懸命さ、なんとか落としたわけよ。ね。落としてさ、やったぜみたいな感じでさ、ほらって言って、ちょっと男前な顔で、ほらって言って、見せたらさ、女の子いなかったのよ、そこに。
ってなるじゃない。まあ私はさ、ちょっとさ、チラチラ見てたからさ、あ、女の子どっか歩いてったわって知ってたんだけど、もう男の子必死でさ、なんかちょっとさ、かわいそうになってきちゃって、私代わりにもらってあげようかなと思ったんだけど、手を出そうとした瞬間にさ、目があってさ、なんか男の子向こうへ行っちゃったわ。でね、そんな男の子の健闘を称えつつ、私もどうにもならなかったから、まあね、そんなね、素敵な静岡カップル見させていただいてね、本当にね、二人仲良く幸せにいてくれればいいなぁなんて思いながらね、もうね、それで完全に私も気がちゃっちってか、ちゃっちゃっちゃ、どうなった私の気違う、私のね、気が散っちゃったのよね。ほら、ペラワってさ、集中力結構いるじゃない。もう完全にさ、穴に入れる気なくって力づく。で、最後はもうひたすら、落ちろ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 って言ってたら、落ちるのよ、これ。ね。これでなんとか、プップピドゥよ。プップピドゥ。かまこの沼。というわけでね、すぐ隣のしのぶちゃんももう隣で取られちゃったらさ、やっぱり私も悔しいからさ、チャレンジするじゃない。でね、今度はね、もう最初からね、ほら穴にイン狙っていくわね。これどうかしらと思ったら全然外れてた。でも惜しいじゃない、結構惜しかったじゃない。でね、前にカクンってなっちゃったけど、でもそれでもね、懲りずにね、私は狙っていったのよ。ほらね、ね、空回りってこういうことね。全くもってね、やばい状況よね。これまっすぐじゃないし、これ右の狙おうかなって言ってちょっと悩んだんだけど、でもね、やっぱりさ、一度手を出したらさ、最後まで面倒見てあげなきゃねっていうことで、もう一度チャレンジしてみたわ。さあ行くわよ。ほら見てー、完璧に釣り上げたわ。これというわけで、しのぶちゃんはあっさりとブス刺しよ、ブス刺しってブブピドゥでした。ブブピドゥ。かまこの沼でさ、ものすごい広い店内じゃない。うろ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 、若干さ、迷子になりながらさ、うろうろしてたの。そしたらさ、どっかから私呼ぶのよ。ほら見て、竿よ竿が来た。ちょっとよだれてたわね。しかも初期値神じゃない。なんかこれさ、もう絶対にさ、キュッて書いたらさ、落ちるじゃん。これ見てて見てて、ほらね、こんな簡単な竿はダメよダメよ。もう簡単な竿はダメ。やっぱりね、プライドがいると思うのって言いながらさ、美味しくいただいちゃったのね。で、緑をいただいたらさ、やっぱりさ、こうね、ブルーもいただきたくなるじゃね。ブルーブルーのコロロ、またよだれてたね、これまあいただいたと思ったら、これ引っかかるのよ。こいつは粘るのね。やらしい竿よね。もう本当にギリギリ粘ってきたわ。これちょっとね、私ね、やっぱりね、見てたね、落ちかけの竿をじっと見るおかまアウトです。完全にアウトですね。でもさ、もう結局さ、待ってさ、ちょっと若干小さい声で言っちゃったわよ。落ちろ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 って。でもやっぱりどうやってもちょっと落ちそうになかったから、しょうがないからね、ついたわ。思いっきりついたわね。こうして静岡でもプップピドゥーしまくってきたわ。かまこの沼。はい、というわけでね、ラウンド1富士店前編はここまでよ。でもね、後編があるの。実は後編があるのっていうかね、まあ、大して変わりもしないんだけどね、また後編の様子もね、お届けしたいと思うから、ぜひご覧ください。それではまた次回まで。Thank you.
うん。